ジョルジュです。本日もビックリマンワンダーコレクションやっていきたいと思います。ゴールデンウィークミッションということで鬼ヶ島戦にダメージミッションの上限が追加されて250万到達でシールの報酬が追加されました。早速プレイしてみて250万ダメージをギリギリではありますが突破できましたのでシールやメインパーティーなどの紹介とバトル動画を見ていただきたいと思います。メインパーティーはスーパージュラ、桃太郎天使、悟空うどん、トンマです。赤属性キャラでまとめています。リーダーはスーパージュラです。サブパーティーはヤマト王子をリーダーにした緑属性編成とスーパーゼウスをリーダーにした青属性を除いたその他の属性編成です。ダメージミッションなので防御はあまり考えずとにかく火力がアップできる編成にしています。ということでまずはバトルに参りましょう。バトル終了後にダメージミッションで非常に有効なシールとおすすめのキャラを紹介させてもらいます。ギリギリではありますが、250万ダメージクリア、できました。私が、ミッションクリアするための、シールは、すべて攻撃属性のシールにして、火力アップに特化させています。もちろんシールのレベルは、できる限り最大まで持っていきます。この中で、最近強いと噂になっていて、評価が高くなっているのが、宝玉心でしょうか。宝玉心のシールは、奥義発動後にメインパーティーの会心率をアップさせてくれます。この効果は他のシールでよくある一度だけといった上限がなく奥義を発動するたびに会心アップが起きるので
火力貢献では非常に強力なのでおすすめです。それとこのミッションのためにスーパージュラを星4にしました。スーパーゼウスに続いて星4キャラはこれで2人目です。他の動画では星1キャラを星5にするのが流行っているようですが、割とシャインスターの配布は多そうなので強いキャラをさらに強くしていくことにしました。最後にダメージミッションで私がおすすめするのが悟空うどんです。スキルでパーティーの赤属性キャラのダメージアップを持っています。炎縄天女の会心アップと比べて悟空うどんは安定して味方の火力上昇が見込めるので、スキル強化して編成するのが非常におすすめです。ということでダメージミッションはまだ数日残っていますので、250万ダメージクリアに少しでも参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。